ご飯は必ず土鍋で炊くべし。土鍋でなければご飯が許さぬ。土鍋だけが最高280度の高火力。きめ細かい泡がお米を包み込み、うまさと甘さを引き出す。炊きたて史上最高傑作。タイガー土鍋ご飯炊きたて。私が許さぬ。皆様こんにちは、市川海老蔵です。炊きたて50周年の最高傑作、すごいです。土鍋ご飯はやっぱり美味しい。皆さんこの違いをぜひ味わってください。よろしくお願いします。参りまーす。本番。よー、はい。ご飯は必ず土鍋で炊くべし。土鍋でなければご飯が許さぬ。土鍋でなければご飯が許さぬ。はい。あ、僕の声がなんか光で移動します。いや、大丈夫。大丈夫。あ、これで本番。本番。参りました。よー。はい。土鍋でなければご飯が許さぬ。はい。土鍋でなければご飯が許さぬ。カッ。いいね。いいじゃないですか。はい、勝った。はい、お願いします。はい。はい、本番。よー。はい。炊きたて市場。最高傑作。もう一ついきましょうか。だんだん強くしていきますね。よーはい。炊きたて史上最高傑作。炊きたて史上最高傑作。ちょっとローハイみたいな。ローハイ。どこに入る？右上かな。右上。じゃあちょっとで。はい。はい。上でもしてくれる。ちょっと正面に行ってくれる。本番よー。回りました。はい。私が許さぬ。お伝えください。間詰めてください。よー。そうです、寄せてます。はい、行きましょう。もうちょっと引こうか。もうちょっと引きます。はい、はい。カット。カット。向けない。どう？カット。カット。あ、ご飯が見えてない。カット。カット。カット。いただきます。カメラ。チェックします。はい、チェック。ちょっと怖い子。そうですね。少し怖めなぐらいで。
それぐらいで、まあ、ご飯のケア怖くない？大丈夫よ。はい、お疲れ様でした。CM 以上です。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。